住んで離れちゃうぐらいですから、で表面さんと何回も相談して、古い年とか表面さんに相談してもらって何かして何とか表現できたんですよ、それでこの普通に買い足しでもそういったちょっとしたそういったのがあるのでちょっと味になってね持ったんですね。これ怪我の巧妙でね、まずまず、狙い通りにはなったかなと思っております。私の特徴はですから紙を作って紙を探してきて、で半まで自分で彫る、全部自前でやって、あとは表具屋さんを覚えればもう全部出ていいですが、まあ、そこまではちょっとやるかいますが、まあそういった作家ですので、今後とも何を書いたかな今年はというような目で見ていただければありがたいと思っております。それではお待ちかねの扇子を、去年はね一番高齢の方って言って84歳くらいのおじさんに渡したんですよ。私はねどうしようかなと思ったんですが、誕生日でちょっとやってみようかなと思って、また誕生日ごまかす人はいないんでしょうかな信頼しまして、で一番今日に誕生日が近い人にしたらどうかなと思って、8月3日で8月生まれの人って手を挙げていらっしゃいますか、はい、で8月何日生まれですか。あと8月3日って人いますか、いませんか。じゃあ本当なしですねまあ来年も機会があればそういうことでしますので、よろしくお伝えいただいて、西海さんですね、ありがとうございました。どうも見逃しはございませんように、ゆっくりご覧になってくださいませ。皆さんご来館ありがとうございました。